じゃがいもを切って片栗粉かなこれで揚げると。おー、ではあのイソギンチャクを作っていきましょうか。4ミリぐらいかこれ、4ミリ、5ミリ、5ミリぐらい、こんなもんですね。いいですね。さあ開くのかな。まあ気持ちよくは開かないですけど、うんうんうん、どのぐらいさらすんだろう。さあちょっと置きましたね。1時間ぐらい置きましたね。いやーどうです、むしろ水吸ってみっちりした気がこれあんな風に開かないな、ね、結構中にね埋め込まないと。そうですね、全然中に入っていない、ね、この時点で開いてましたよね。開いてましたね。なんで、あげたら開くかな、熱で開くかなと。で完全になんかメロンパンみたいになってますね皆さんコメントありがとうございます。ありがとうございます。この間ねじゃがいもを切ってイソギンチャク風にしたやつをやったんですけども、コメントでね非常に多かったのがこのメークインを使えと芋が違うぞ、芋が違うというところと片栗粉じゃなくてコーンスターチを使えということと、うん、切れ込みを深くするために竹串を使うと、はい、あとは塩水につける、先に茹でたりとかレンチンしたりした方がいいというねアドバイスいただきましたので、ちょっとね全部試してやってみたいと思います。それではいきましょう。はい、こいつから、まあ、2つ分取りましょう、うんうん、どんぐらいレンジに入れるんだろう。3分5分、まあ、3分5分ぐらいでしょ。はい、5分経ちまして、わかります、へにゃへにゃです。ちょっと熱いで一回水でさらします、ね、いきますよ。はい、ずいぶん柔らかいですね。そうですね。あーこれはあかん、前より開いてますけどね。そうですね。3分、あら柔らかい、柔らかい、結構柔らかい、芋の繊維見えちゃってます、うん、1分半、ちょっとこういい柔らかさ、あ柔らかさ残ってるけど、硬さを、うん、こっちはちょっとヘニャヘニャ、上は全然なんですよ。本当だ、あ、あれ見ました、見ました、持って帰りやってる。ああダメですね。第一歩もやってみましょう。比較しましょう。全然全然硬い、包丁の入り方がいい感じでいいですよ。だいぶ感触違いますね。レンジの中で唯一形が残った。これはどんどんボロボロいっちゃってくる。だって1分でボロボロになっちゃったし。そうですね。あやっぱ根元からいってるな。そうですね、こっち側火入ってるでしょ、こっち生感ありますね。うん、生のを切ってみると、まあ、感触が変わらないですか。じゃあ塩水につけておきます。つけていきましょう。もう15分くらい、うん、15分つけて、おおおおお、まあ、開きはしますね。巾着みたいに広がるはずなんですよ。ぽくなってきてますよね。はい、あじゃあこれ仕上げコーンスターチがこんな感じにします。ほう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 、はい、いきます。ほい、頼む、それっぽくなれ。祈って完成するものじゃないですかあんな綺麗に広がらないですね。ってことは電子レンジ30秒では無理。茹でかな、茹でかな、茹でかな、ね、これどうしましょう。何分ぐらい出ましょう。まあ少し様子見ながら10分ぐらい。10分経ちました。柔らかくなってはいますね。じゃあ行ってみましょう、うん、結構ギッ、あちょびっとだけ残るけれども多分取れちゃうんですね。あ、本当だ。ちょっと割り箸にしましょうか。割り箸にしましょうか。はい、はい、怖い、息止めちゃいますね。どのくらいつければいいんでしょうね。どのくらいだろう。あ、でも、あ、開いてきた、開いてきたよ、開いてきたよ、開いてきた、開いてきた、開いてきた。でもこの段階でもっとバラバラしてたから、そう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 、もっと火を入れなきゃいけない。もうちょっと入れた方がいいのか。もうちょっとだな、でも、ね、もう少しですね、うん、これは、うん、これでこの、これはこれでちょっとまあ上げてみましょうか。そうですね、上げましょうか、うん、入りました。何分茹でます。15分、いきますか。15分入れてみましょう。やべ、だいぶ茹でられちゃってるかも。ホクホクのじゃがいもになっちゃった。茹で12分とかと、はい、ね、結構表面火入っちゃってるんですよね。あー柔らかいな。あ、火が入りすぎて、だいぶ柔らかいわ。一応形はね、なんとか保ってはいるね。こちらが、これが初号ですね。初号ですね。踏みかけた方がいいな。結局これも開ききりはしないですね。出すよね、出すよね。これが限界ですかね。いいですね。メロンパンですあ、でもちょっと開いたかな。いやもうくっついちゃってますね。あこれはメロンパン、メロンパンですね。メロンパンに戻りましたね。戻りましたねもうめっちゃやだ。なんで、
悲しみのお芋さん兄弟です。皆さんこれだいぶ近いよ。ダメこれ。今日のところはここまでですかね。はい。まあでもなんか終われないですよね。なんかこれね、完成させないとなんかすっきりしないし。ないです。気合入ってますね。気合入ってますよ。今回とりあえずもうちょっとシンプルに、あの動画通りだったら切った芋を液体につけるっていうだけじゃないですか。だけです。だからその液体にこだわってみようかな。ご家庭にありそうなもので、あなるかどうか。あとじゃがいもを2つに切るんじゃなくて、はい、一部だけ切って長く切った方がいいんじゃないかみたいな。ね、はい、今回それもやってみようかな。うん、じゃあまず切っていきますか。この辺ですね、はい、このぐらいにしちゃいましょう。ずいぶん長めになるところですね。いやでも長いですねこれ。あ、でもやっぱりこの時点で少し広がりそうな。こんなもんすかね。とりあえず、うん、さあ、はい、おお、あのらしい感じですね。というわけでこの状態だとイソギンカンはさすがにないですよね。じゃあこれを溶液につけていくわけですけれども、ちょっと思い切って濃くしてみました。めちゃくちゃしょっぱいです。加減が分かんないので、もういっそ現役でいこうか。アク抜きとかにも使ったりするので、はい、意外となんか効果があるんじゃないかな。あの元動画はマジでご家庭の水だったんじゃないかっていう。海外のご家庭の場合は硬水だったりするじゃないですか。なるほど。軟水じゃないですか。そうですね。だから水の成分が違うんじゃないか。とりあえず1時間ぐらいですか。1時間待ちというわけで、というわけで1時間経ちました、ね、塩と重曹はなんか上から見るとアクみたいなの出てますしね、これこれとこれですね。でも巣も広がってますよね。少し広がってますね、うん、残念なんですよ、香水ですよね。じゃあ取り出してみますか。取り出します。うおぐねんぐねんですよ。ぐねんぐねん、やばい、やりすぎてるぐらいぐねんぐねん。ほら、うわ、ほんとだ。ほら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 、ほら、うわ、もう完全に開いてる。酢ですよ、酢、うん、これはあんまり変わってないかもしれないですね。さすがにちょっと塩と比較すると違いすぎますね。ね、まあ、ここまでですね、こいつは重曹ですね、はい、もしかすると塩の方が柔らかいのかな。あ、でも同じぐらいかな。わかります、わかります、わかります。そこが柔らかくなるんですよ、ベースが。いい仕上がりですね。はい、はい、いやー、これ結構名推理したと思ったんですよ。さあ、あーだよね。なんか見たことありますね。だいたいまぶりました、ね、結果としてはこういう感じで、うん、じゃあ行ってみますか。行きましょう、あげましょう、あげましょう。こういう感じで揚げます。あげますか。おお、今開いてる。来ましたね。来ましたね。というわけでできました。いやー、なんとかここまで来たって感じですね。長かったですね。長かったですね、まあ、皆さんのコメントに支えられてって感じです、ね、そうですね。正直ね、本当にありがとうございました。なんか知っている側からいきましょうか、はい、香水の方からいただきます。まあ、要はフライドポテトですね、うん、まあでも正直ここまでは知ってますからね、うん、問題はこの先ですよ。すいきますか。ああ、あれ、うん、ワンテンポ遅れてくる、うん、染みてますねこれ、うん、重曹からいきます。重曹いきますか。ん、苦い、うん、これ重曹の苦味ってやつじゃないですか、ね、あー苦い、これ苦い、これは美味しくない、うん、あー美味しくないね、うん、はー、この後間違いない、塩です。塩ですね、これうまい、うまい、うまい。あとは濃さですね。ちょっと濃すぎるかな。うん、それ思います。ちょっとしょっぱい、うん、で結論としては塩ですね。塩ですね。塩水につける。まあもちろんなんかいろいろ細かい条件とかもあるかもしれないです。そうですね。これがとりあえず今回僕たちがたどり着いた結論です、はい、ということでどうでしょうか。真面目か。